さて、毎月第3、第4火曜日でお伝えしている、はかる大切のコーナーですが、今朝もこのスタジオにはカメラを用意して、ラジオが見えるということになっています。ラジオ放送終了後には、ラジオ関西の動画配信コーナー、または、コープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は、商品検査センターの井川正道さんにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。 え今朝もバックで流れている曲、これはニコイチの新曲ですね。 あ、ね、3分の2。そうですね。3分の2という。はいまあ、あの、コープ神戸ニコイチのこうコラボ企画第2弾ということで、そしてこの新しい生活様式、標語スタイル。はい。まあ、こういったあの啓発をするイメージソングとして、うんえー、活用していくという予定です。ええー、はい、まあ今12月に向けてですね、えー、ミュージックビデオを作成中ということでしていますので、うん、ぜひご期待いただければなというふうに思います。はい。はい さあ、そして今日の井川さんからのお話は何でしょうか。はい。えっ、ー、と、今日はですね、あの、9月に行いました、うん 2> えー、第2回となります、あの、BDHQ。はい、これのオンライン調査、うんえー、集計結果ができましてですね、そのお知らせと、はい、まあ、標語丸ごと健康チャレンジについてお話ししたいというふうに思います。この BDHQ って言いますと、 コープスコープ測る大切にもゲストでお越しいただいた東京大学の佐々木先生、佐々木里先生の栄養疫学研究で活用されている食習慣調査ということですね。そうですね。あのー、この BDHQ 調査ですね、えー、直近の1ヶ月。 思い出しながらです。はい、なかなかあの昨日何食べたかなっていうとこ,こもありますけども、1>, 1ヶ月の中で、やっぱりご自身の好きなものがよく登場するということもあって、はい、え80項目、うん、え入力をいただいて、はい、ご自身が取りすぎる 栄養素。で、あと、不足しがちな栄養素。まあ、こういったものを知るきっかけ作りということで、はい、まあ、コープ神戸では、あの、2017年から、え、組合の皆さんに参加いただきながらということでしています。はい。はい、ねで、今回第2回。まあ、去年が第1回。あ、そうですね。で、今年。はい オンラインで行われたんですね、これは。そうですね。あの、去年に続いてですね、あの、インターネット会員向けに9月に応募して、調査に協力をいただくということと、はい、個人別にこの結果をお返ししてですね、ご自身の健康づくりに役立てていただこうというところでした。はい。はい、今年は特にあの新型コロナウイルスの、ね、発生もありまして、巣ごもりで、なかなかあの外に出る機会っていうのは少なかったんではないかな。 ということでね家で過ごす方の方が多かったと思うんですが、どういう結果が出たんでしょうかそうですね、あの昨年もあのご応募は1349人ということで,、えー、でしたけれども、今年しは、はい、2344人、1000円と、1000、うん、人大幅に増えたというのが今回の例でして、はいまあ、そのあたり、あのすごくこう、えー、今回の影響が出てるのかなというふうに思いまさあ、その結果なんですけれども、はい、どうでしょう。 そうですねあの,そのうちあの調査回答の参加いただいた1716人、えー、女性の方が92%ということで、うん、多くはあの女性の方の参加でしたはい、えー、これ、男性が平均67歳、女性が55歳ですか、はいはい、そうですね、えー、昨年、あの男性62歳ですかね、えー、参加が少なかった男性陣ですけれども、少し年齢が上がったというところですね。うん、はいは えー、それぞれの栄養素別の赤、黄、青の結果なんですが、はい、赤が多い、または少ない、バランスが良いと青。 こういうことになるわけです、ね、そうですすねねそうの番組でもあの過剰摂取の問題をよく取り上げたりもすいでね不足するということもそうなんですが過剰摂取というのも、うん、やはりあの健康づくりにはあの切り離せない課題でして、はい、えと今回の結果この12の栄養素あるうち、えー、食塩 にやはりあの注目をして見てみましたけれども、やはりあの食塩の量というのは、うんえー、多いという方が多く見られるというところです。日本人の食事摂取基準が改定されまして、2020年版ということになってるんですが、すねはい、目標量が男性7.5グラム、女性6.5グラムということで、はい、まあこれまでに比べてもさらに0.5グラム そうですね。減くなってるわけですね。減ってですね。はい。あの2012年になりますけど、WHO のガイドラインという中では、まあ成人については5グラム未満を推奨しようと。 いうふうな、はい、えー、目標量があるんですけども、うん、なかなかこの5グラムっていうのは達成しづらい。はい、ま、あの、ラーメンでよく例を例えてありますけど、麺とスープと飲み干すと7グラム、8グラム、もう1回の食事で取ってしまうというところもあります。はい、ですので、まあ、このナトリウムというのが、なかなかあの、日本人、あの、1日の普通の食事を取っていればですね、不足することがない栄養素と。 というここもあっってて反対ににの過剰摂取によってです、ねまあ、高血圧であったり、まあ、胃がんのリスクが高まるというふうに言われているナトリウムを減らすということですので、まあ、食塩塩化ナトリウムですね食塩を減らすことが、まあ、予防に努めていただける一番の近道かなという分、うん、かってはいても実際に食事をとるとなるとある程度やっぱりこの味の、ね、濃いものとか欲しくなりますよね。 どうしてもあの舌がこうまみを感じるというところもありますしてね,、はい、ねえ節塩という塩をまあねえー、節制するというまあ言葉あるわけですけれどもやはりまあ少しでも食塩を減らすという意識は持っておかないといけないと。 いうことになるわけですね。そうですね。あの、ぜひ、この、食塩を減らす。あの、えー、先ほどに、1日、えー、3回の食事の中で、えー、食塩は多くなりすぎるということを知っておいていただくだけでもですね、あの、日々少し、こう、意識していただけるんじゃないかな、ということで、あの、標語丸ごと健康チャレンジ。今のパンフレットを、えー、共済センターなんかでお配りをしてますので、はい、ぜひ、あの、標語丸ごと健康チャレンジにも参加いただきながらですね、えー、減塩についても考えていただければなと思います。 はい。BDHQ 調査の申し込み、兵庫丸ごと健康チャレンジ2020の取り組みの一つとして申し込みが可能です。パンフレットはコープ神戸の共済カウンターで手に入れることができますので、ぜひご応募いただきたいですね。この模様はラジオ関西の動画チャンネル、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。 今朝は、コープ神戸商品検査センターの井川正光さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。